あゆみと、きみと、あんと、せいせいでーす。イエーイ。はい、本日の一角は、歴代のキス女子でキスシーンを振り返ってみたー。イエーイ。ということで、皆さん全員夏キスに出たことあるということでお呼びしたんですけど、机、異変を感じませんか？え、めっちゃ怖い。ということで、今回は、夏キスをね、振り返ってもらうんですけど、ただ動画を見ただけだと、ちょっとね、面白くないなと思うので、全員口に牛乳を含んでもらって、吹き出したら即帰宅っていうですね、っていうのでやってもらいたいと思います。そういうことか。だからこのビニール、そうなんです、ね、はい、ということでシーズン1から振り返っていってみましょう。せーの、どうぞ。夏、今日楽しかった。また一緒に出かけてくれる。チューされて、何がすごいね。せいか飲んだんでしょ。OK です。今回はセーフ。セーフ。これは見てみてどうでした？かわいい。久々に女を見る夏目の。確かに。それ自体がでも結構みんな吹き出しそうになってたけど、その吹き出しそうになったシーンってなんかここがヤバかったとかある？ヤジの声ガヤガヤするね。あれにはあれにはじゃなくて、じゃあ次はシーズン2を見ていきたいと思いまーす。やらないの？やらない？いや、本当に寂しいな。嬉しかったし、なんか想像以上のラストシーンすぎて最高でした。終了です。やー、やべ。ということで、あゆみがギリ、まあギリだった。ギリでした。どこが危なかった？特にあーちゃんのなんかいらないっていう言葉の声のトーンがバカ面白すぎて、女の子すぎるわ。かわいい。セイカはどこが危なかったですか？いや、マフラーやばい。マフラーそう、ダブル巻きから結構もうニヤニヤ止まんなかった。面白すぎた。やばい。でもこっからこのメンバー、こっからも始まります。ほら、次はあんちゃん。あんちゃん、やだ。本当にやだ。早く見たい、早く見たい。次はなんとあんちゃんが出演したシーズン3を見ていきたいと思います。夏キス最後の特別指令、キスする前に30秒見つめ合う。極度の緊張状態の2人、この後夏キス史上最高のキスをご覧ください。はい、セグハでは見れなかったけど、
今回自分が実体験してデルタが伝わりました。はい、ということで、みんな結構正直アウトですけど吹き出してはなかったのでまあギリセーフということで、どうでしたシーズン3振り返って10秒半はーすげーすげーかわいい女子だった。はぁ、あ、は自分のですけど、どうでした。え、自分の顔がキモすぎた。でも多分ね、夏木氏史上アンがね、一番撮影後もね、テンション高かった気がする。かわいい。そうなんだ。今だから言える、なんかその夏木シーズン3後とか、夏木シーズン3中の撮影中のなんか裏話とかありますか。ない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 。じゃあ、これあの、一人ずつそのキスした時の感想を改めて話すって言ってね。じゃあまずあんちゃん、キスした時の感想お願いします。いや、もう初対面の人とキスすることないからもうドキドキで、なんかもう視界が揺れた。まあでもそれ以外の3人はあの夏キス終わってからはもうなんかもう普通のノーマルの何度も受けるんですか。この時に出てた人のギャップとかありますか。なんかあんちゃんのペアの人なんかすごいみたいな、うん、なんかモデルの綺麗な男だって最初は思ってました。今はどうですか。純粋さがなくなりました。今は黒い。はい、次はあいみのシーズン4を見ていきたいと思います。セーフだったんですけど、あゆみちゃん振り返って改めてどうでした。どうぞキスの感想とともにお願いします。長かったなって感じです。あとなんだろう、でもお互い結構酔っ払ってたんで、うち飲みながらデートしてたんで、それは一番面白かったですね。他の3人はどうでした。エロい。なんか無駄な言葉がなくてよかった。キミはどうでした。エロいです。一番好きです。キス楽しいです。多分一番長いよね。一番キスが長かった気がします。確かに長いって思われました。次はキミちゃんのシーズン5を見ていきたいと思います。あー、やばい、無理。いや、マジで。ドキドキがやばいです。やばいね。夏キス、最後のキスの瞬間へ。I can never be if you push. Oh my god! 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 キスしてましたじゃないよ。はい、ということで、せいせいさんはあのちょっとだけ、ちょっとポテトなだけであのキスシーンとかの中でチューした時にリカちゃんがうおーってめっちゃ顔したのに笑っちゃった。キミはシーズン5の、キスの時の感想を含めてどうでしたか。結構背伸びをした記憶があります。身長差ね、めっちゃあるもんね。すごく後輩が190以上あるから。やば、え、逆に背伸びしてもうこうしゃがんでくれてたんですけど、髪はめっちゃ背伸びして、後輩はめっちゃこう背伸びしたり、はい、それくらいです。
他の3人はどうでした？ゆみちゃんのシーズン5みたいな。かわいい。浴衣いい。めっちゃでマジ。ロマンチックいい。はい、ラストは先生の夏キスシーズン6を見ていきたいと思います。これラストなので、サプライズの手紙を用意したカイト果たして水星の反応は。続いてはセイカです。はい、今日は一日ロートデートに寄ってくれてありがとう。世界一可愛いセイカに僕もだんだん惹かれていきました。好きです、付き合ってください。カイト運命の告白、果たして先生の答えは。もちろん。あっさり告白を成功させたカイト、残すは夏キス恒例の最後のキス。夏キス史上最も愛のあるキスをどうぞご覧ください。引き出しはしなかった、みんな無理。お前、成果はね、みんなと違って科学進化だったんですけど、なんかマジで嫌だ。ご本人いかがですか？なんで嫌い。恥ずかしくなっちゃったからね、絶対、うん、キスシーンしては振り返ってどうでした？わざわざなんであんななんかベロベロしたの？普通に言っちゃってよかったのに。ベロベロ大好きとか言った後興奮しちゃったのかな。確かに素敵でした。キミから見てどうでした？みんなこう初めて会ってするのとちょっと多分違うと思うので、いいなって感じです。せいかは今だから言える話みたいなのありますか？ああ、あります。最後のご飯の時にお酒を飲みすぎて、向こう多分なんか告白しますみたいな感じで言ってたんですけど、酔っ払って忘れちゃったっぽくて、なんかスタッフさんにこうもうちょっとで告白あるよみたいなのよって、ちょっとやらなきゃっていう仕事モードとか、そのちゃんと男になったらしいんですけど、酔っ払ってました。だってもうガバ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 やって、自分より顔赤かったです、相手の方が。はい、ということで全部見終わりました。ちょっとキスシーンばっかりで恥ずかしかったんですけど、これ重大発表があります。はい、夏キスシーズン7が公開されることが決定しました。めっちゃ久々だね、楽しみ、楽しみ。みんなここにいる子は誰が出るか知ってると思うんですけど、ヒントとかありますか？えって思いました。まさか出るんだ、うん、まあ確かに可愛い、かわいいね。みんなかわいいんですけど、うん、女の子らしい、うん、キスしてるイメージがない。確かに、ちょっと全くそういう雰囲気ないからドキドキしそうです。見たい。確かに注意する。はい、ということで夏キスシーズン7の公開は3月1日なので、ぜひチェックしてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。